いやいや、ジャパニーズ台風でしょ。沖縄の暴風もこんな感じではあるけど、俺さっきまでそこいたんだよね。避難してよかった。ずぶ濡れになるとこだ。そっちはね、まだガーディアンされてるからいいんだけど、俺そこ前線まで行ってて、あ、降ってきたなみたいな、これ行けっかな、乗り越えれるかなって言ったら、多分ね、避難した方がいいよ的な感じの雰囲気したんで、よし避難しよう。躊躇するとね、びしょ濡れちゃうんで。別にびしょ濡れいいんだけどね、あの空気きれいだし、水もマジで世界で一番うまいなと思って水飲んでて、うん、いや別にあのさすがにごめん、水道水は飲まないじゃなくて、買った水が世界で一番うまかった水と、だって世界でうまい水と、一番うまい水と、世界で一番うまいワインと、世界で一番オイスターがある、美味しい、なおかつ世界で美味しい、ここじゃないよ、ワインいっぱいあるしね、ここ。そうだから結構飽きない、ワインバーあるし、これあるなみたいな、うん。でもやっぱ、うん、値段相応というのかな、わかんない、俺工藤ラバーだからな、ワインに関してはやっぱ工藤のなんかイタリアンの、しかもそんな高くない、190バーツ200バーツでしょ、遊び人がだって遊び尽くして飲みまくしてワイン持ってきて1杯800円ぐらいか、まあそれだったら全然安くないっつって、六本木のなんか会員制のワインバー1杯開けていくらなんだから怖いわ、もう当分いけないわと思うけど、だいぶいいワイン飲んでるけど、うん、チリワインこんなもんかなみたいな、 next time っていうところで、はい、これ超うまかった、昨日食べて、あのシーフードバーベキューです、インプーケットスタイル。プーケットね、ほんとマジで超自然なんで、この自然にビビらないようにしとかないとね、俺船出せないんだよね。え、さっきまで結構いい天気ではなかった、レイニーだったから、レイニーの中船出すとかないね、マジで死にたいのっつって、死にたいならお前行けよっつって船貸してやるよっつって、その代わり船全損したらお前金払えよっつって保険入れるからね、うん、怪獣の世界なんで、うち、いやービューティフォー、すごいね、おしゃれだよね、多分ね、イタリア人なんだよね、建築家が、多分ね、建築家っていうかイタリアの仲間で作った遊び場って感じで、こっちが多分ね、慣れた奴らがいるエリア、うん、みんな意外とワークしてんだけど、そう、占有されてたから結構早めに行かないといけないんだな、結構早めに来たんだけどね、まあいいやっつって、っていうかレストランの知らなくて、俺昨日までプールバーでバチクソサッカーボール蹴ってて、イタリアだし行っかと思って、あそこで流れてるじゃん、サッカー、たらさすがにね、夜怒られた、ダメですって昼のマネージャーいいっつったじゃん、まあいいやつって、めんどくせえっつって揉めるとセキュリティ来るんで、ね、3人ぐらい来たけど速攻やめた、ごめんねっつって大丈夫ですって、ですよねっつって、はい、バイバイっつって It's Phuket style, I love Phuket and amazing Thailand って言いまくってるね、 See you。